今日は群馬県にある山城、金山城に登ります。奥に見えるのが城がある金山です。金山城があるのは群馬県の太田市です。最寄りのインターチェンジは北関東自動車道の太田桐生インターチェンジです。先ほど山を紹介したのはこのインターから降りてすぐのコンビニです。金山城はここから南西方向に10分ほど行った場所にあります。車で10分ほどです。お城には駐車場があります。金山城市展望駐車場とナビに入れれば出てくるかと思います。少しずつ山道になってきました。太田桐生インターチェンジから来た場合は、最後右折をして、お城の駐車場までの一本道に入ります。この道をずっと進めば駐車場に到着します。これまでの道よりは少し細いですが、道はちゃんと整備されていますし、車同士がすれ違えるほどの広さはあるので、安心して進んでください。今回は車なので楽に登っているんですが、結構傾斜があります。もし戦国時代で自分が攻め手だった場合、この険しい山を登っていくのはかなり大変です。この道からも金山城がいかに堅牢かというところを推し量ることができます。金山城は尾根道沿いにあります。駐車場は尾根の西側にあります。これから西側から東側へ向かっていきます。堀切があります。堀切とは敵の侵入を防ぐために尾根道を削った場所のことを言います。ここで金山城の歴史について簡単にご紹介します。若松家住により1469年に築城されたことがこのお城の歴史の始まりです。難攻不落の城であり、かの有名な上杉謙信の攻撃にも耐えました。しかし時は戦国時代、若松氏から下国城により家来の由良氏へ、そして由良氏も戦に敗れ城を明け渡し、持ち主は小田原北条氏へと移り変わっていきました。その小田原北条氏も1590年に豊臣秀吉に敗れました。そして金山城は廃城となり歴史の幕を閉じました。前方に堀切と、そこに架かる土の橋、土橋が見えます。橋は細く、攻め手は一列になる必要があるため、守り手はここに集中がすればよいので守りやすいです。正面の見張り台から、この橋に向けて攻め手を攻撃します。この通路の右手、谷になっているのですが、土塁と石垣があります。谷側から敵が攻めてきた時に、まずこの通路を隠すという意味があります。加えて石垣があるので、敵を威圧することができます。正面に木の橋、木橋があります。これは敵が攻めてきた時に橋を落とすことで侵入を防ぐことができます。守備に特化した橋となります。谷側には敵の侵入を防ぐために掘られた縦堀があります。
見張り台である物見台からは、周りをよく見渡すことができます。仮に敵が攻めてきた場合、敵の動きが手に取るようにわかるでしょう。ババクルワです。クルワとは地面を整地し平らにした区画を指します。大抵堀や土塁、柵などで囲われています。正面にあるのが大堀切です。尾根伝いの敵の攻撃を防ぎます。大堀切を避けていくと月の池があります。今ババクルワから先ほど見た大堀切を横切っています。正面が大手小口です。小口とは各クルワへの出入り口で、門や柵などで厳重に守られています。この小口はお城の代表的な小口なので大手小口と呼ばれています。大手小口の左右を上がると、平らに整地されており、クルワとなっています。おそらく重要な小口の周りということもあり、兵士が待機する建物があったのかもしれません。大手小口の通路は谷となっているので、雨が降ると水が溜まり石垣などを流してしまいます。そのため、クルワの端を見ると溝があり、雨が降った時に水が下に流れていくような構造になっています。水をたどって大手小口の通路に戻ってみましょう。クルワの雨水はここから大手小口の通路に落ちていきます。そして大手小口の外に流れていきます。また池があります。この池は大雨が降った際に雨をためて水が溢れないようにするという役割がありました。またここは山頂のため川から水を運んでくることは困難です。飲み水など生活用水として使うための水をためるという役割もありました。目の前の鳥居をくぐった場所が御所本丸です。しかし、はじめに左に曲がって本丸の周りを一周しようと思います。本丸の裏側に石垣があります。戦国時代から残っているものなので、それを見に行こうと思います。従来、戦国時代の関東の山城に本格的な石垣の城はないとされていましたが、この金山城で石垣が発見されたことにより、この定説が覆されました。それほど有名な石垣です。先ほどの鳥居前に戻ってきました。階段を上がって御所本丸に行きましょう。無事山頂の御所本丸に到着しました。動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。